なんでこんなとこに古墳があるんでしょう。これもあの古墳のための石垣だと思うんですけども、相当な石垣の長さ、そしてこんな山奥に古墳があるとは。まあ、今までね、あの宗谷とか、まあ、県北とかね、古墳があったりするんですけども、あのそんなにあの山の上にあるような、めちゃめちゃあのとってもね、あの高い山の上にあるイメージはなくて、まあ徒歩で、まあ、5分とか10分ぐらいのレベルなんですけども、ここは本当にあの上の方まで上がってあの下るとか、まあ、下からも行けるんですけども、相当の、ね、距離の場所です。まあ、それだけであの地位の高い人が、人の古墳、まあ、お墓ということなんでしょうかね。矢野神社は生産の神社ということで、あの、まあ、牛とか、まあ、そういう食べ物とか、あの、そういう、まあ、願う、祈願するような神社なので、あの、狛犬がね、牛になってます。ただちょっと、さっきからなんか、気配が、多分ね、この辺にもね、古墳があります。で、その下にも、だいぶあの、古墳があるんですけども、あの、かなり草木が生い茂って、まあ、発見するのが難しいと思います。まあ、その当時は、かなり立派な神社だったのかもしれないです。屋根瓦とか落ちてたので、
まあ、建物がその他にもあって、まあ、歴史も長いのかもしれないです。で、先ほどね、向こうにもお墓がありました。比較的新しいお墓です。なんでこんなところにお墓が、新しいお墓があるのかちょっと謎ですけども、これも古墳なのかな。ちょっとなんか雰囲気が後半からおかしくなってきました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。